10-57から2、あるいは、オブイエクト500は、1955年から1960年に、かけて生産されたソビエト連邦の対空戦車である。報道内の S-68 機関砲、第二次世界大戦中のドイツで試作されていた5.5センチメートル、ガーイと58から発展した。 後者機関砲 S-6057mm、対空機関砲の車載用改造型である S-68 機関砲を、車体に比べて、大型の上部開放型全周旋回砲等に、搭載している。S-68 の実用発射速度は、2問、合わせて140発、踏んで、青部深くはマイナス5プラス85度、20度、秒で、不行、30度、 秒で旋回する。この方は、対空用砲弾だけでなく、1000メートル先の96から106ミ、mm、リメートル圧の装甲を打ち抜く、鉄砲弾も使用できる。車体は T-54 をベースに装甲を15ミリメートルと薄くして、天輪を一組減らして、短縮、軽量化した独自のものを使用している。57ミリメートルというのは、実用化されている。 機関砲としては、現在に至るまで最大光景であり、それに見合った最大級の破壊力と射程を誇るものであったが、発射速度が低く、砲塔旋回用の動力はあるがそれでも、旋回速度が遅く、レーダーを持たず、また、砲塔上面が開放式なので NBC 防護能力を持たせるのは不可能であるなどの欠点があり、生産は打ち切られた。走行防御力は低く、 せいぜい 7.62mm 弾を防ぐ程度の能力しかなく、12.7mm などの大口径機銃弾で攻撃されるともう防ぐことはできなかった。対空車両が重装甲であることは珍しく、本車両特有の欠点というわけではないのだが、地上目標への攻撃にも頻繁に用いられたため、その際は車体を延平するなど十分な備えが必要であった。 この10-57から2の後継としては、より効果的な10-23から4が挙げられる。ソビエトらしく古城不評を載せることもあったのだが、上面が開放式のために載せやすかったのか、主に砲塔内に載せていた。最大何人乗せたかは定かではないが、砲塔内に7人乗っている写真が存在する。ベトナム戦争や第三次中東戦争。 イラン・イラク戦争で使用されたが、高額照準のみの射撃完成、砲塔の旋回が遅かったことなどから、敵航空機に対してかんばしい戦果は上げられなかった。しかし、アフガニスタンやユーゴスラビアの内戦では、地上目標に対して大きな戦果を上げ、アフガニスタンでは、ソ連軍撤退後も一部のゲリラ組織によって、継続使用されていた。ありがとうございます。